どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、リピです。今回ですね、ザ・ドッグ・アイランド、一つの花の物語という、株式会社ユークスによって発売された、ゲームを実況プレイしていきたいと思います。このゲームはですね、私、最初の方だけ初見なんですよ。途中から、妹がですね、バトンタッチ、してきて。で、途中から始めたんで、最初のストーリーが全くわからないまま始めたんですね。なので、ちょっと最初の方初見で途中から非初見なんですが、実況させていただきます。見ての通り、犬の世界でですね、人間が一人もいない、ほんとほのぼのした世界観のゲームとなってます。エドワルド、ようこそ。あんたが新しく来た郵便屋さんだね。新入りがへましたもんだから大切な手紙を濡らしちまってる。おかげで宛先が滲んでまったけど配達できるかな。ポスト、いや、エドワルド船長、親玉だ、途切れ途切れでほとんど読めないね。でも、なんとかやってみますよ。ここにたくさんの種類の犬が出てくるので、ちょっとアテレコで楽しみながら聞いていただけると嬉しいです。ポスト、あ、ロナテルロジーさん、ちょっと聞きたいんですが、この手紙の宛名なんですけど、誰の意かわかりますか？ロナテルロ、途切れ途切れでよくわからんが、そうじゃん、こりゃきっとあの子のうちじゃよ。あ、イメージ出るのこれ。ダックスフンド、チワワ、プードル、ヨークシャテリア、パピオン、シーズン、ブルッシュコーギー、ポメラニアン。ポメラニアンなんかライオンみたいな。ライオンですね。はい。こんにちは、シナウザ。マルチーズ。シバ。泥棒みたいじゃん、これ。ラブラドールレトリバー、フレンチブルドッグ、キャバリアキングチャールズスパニエ、パグ、ミニチュアピンシャー、ビーグ、ゴールデンレトリバー、アメリカンホッカースパニエ、ジャックラッセルテリー、シェットランドシープドッグ、ボーダーコリー、ボストンテリア、ウエストハイランドホワイトテリー、ペキニーズ、ブルドッグ、バーニーズマウンテンドッグ、イングリッシュコッカースパニー、ケアンテリア、フラットコーテッドレトリバー、ダルメシアン、ジャーマンシェパードドッグ。あ、シェパードかわいい。シェパードにしようかな。あ、とりあえず最後まで見てみますね。ビションフリーゼ、スコティッシュテリア、ドーベルマン、シベリアンハスキー、ハスキー系もいいですね。マセットハウン、ボクサー、ワイマラナ、セントバーナード、ロットワイラー、アキタ、アキタ、漢字で書けよ、アキタって。ニューファンドランド、グレートデーン、イングリッシュスプリンガースパニエ、オーストラリアンシェパード、ポリー、ブルテリア、あ、一周した。48匹中からですね。どうしようかな。ハスキー犬もいいんですけど、やっぱシェパードがいいかな。シェパード。どこか違う。
違いがよくわからないけど、あ、下の方が茶色っぽいんですかね。下の方が。こっちにしますね。男の子か女の子。あ、私、女性なんで、女の子。はい。あなたの名前は、リピでいきたいと思います。はい。そう、リピじゃん。確か弟か妹がおったはずじゃが、あて、どっちだっちゃかの。あ、弟と妹も選べるんだね。私、リアルで、妹が下に2人いるんで、妹にします。ちょっと入り込めそうなんでね、世界観ね。おお、そうそう、そうじゃったの。こっちも一歩じゃ。ただお父さんのことは残念じゃったが、お父さん死んじゃったんだね。確か暑い季節じゃったことじゃった。いや、寒かったかもしれん。こっちだ。ことによったら、この葉の色が変わるような季節かもしれず。ここから先は話せば長くなるでない。皆さんや、ちょっとそこに座りなさる。ここまでわかれば十分ですよ。おじいさん、どうもありがとう。じゃあ、私と妹と、あと誰かが住んでるってことですかね。あ、これが自分ですね。かわいい。犬なんでね、私ボンちゃん妹かな。あ、左が妹ちゃんだ。じゃあお母さんかな。3匹くらい欲しいですかね。まあ、まあ、お母さんだね。おはよう、リピー。おはよう、姉ちゃん。おはよう。今朝はちびちゃんも具合がいいみたいなのよ。さあ朝ごはんにしましょう。はん？どうしたの？牛乳が届いてないわ。ルピー、悪いけど牛乳屋さんに行って取ってきてくれない？牛乳屋さんは家を出てすぐの噴水のある広場にあるわ。門の脇に牛乳瓶の飾りがあるからすぐわからずよ。お願いね。わかりました。移動とダッシュ。B を押しっぱなしにするとポインターのある方向にワンコが進みます。遊び方について。時々今みたいに説明が出ることがあるけど、もし内容を忘れてしまってもプラスボタンを押すとメニューが開くから、メモの中にある豆知識を選べば説明を見ることができるからね。じゃあ牛乳屋さんで牛乳をもらってきて。お願いね。はーい、行きまーす。とりあえず、このポインター、このWiiリモコンのポインターですね。これを追っかけるんですね。B ボタンですね。A だと、なんか歩くんですね。外に出ます。そうですね、自分にドア開ける犬。いいね。じゃあ頼んだわよ。気をつけてね。はーい、行ってきまーす。手紙。あ、さっきのポットさんが届けてくれたんですね。あら、手紙。まあ、いとこの坊やからだわ。字が書けるようになったのがよっぽど嬉しいのね。お母さんおかまみたいな声になっちゃったんですけど、大丈夫ですよね。カメラの移動、十字ボタンを動かすと周りを自由に見渡せます。1ボタン押せばワンコの後ろに画面が戻ります。はい、右、左で1を押すと真後ろに何してんの、はい、上だと上から見える。
下だと指を見上げる。はい、じゃあポイントね。あんたはマウントかな。そうです。おっと、そうか、牛乳の配達がまだだったか。あの野郎はどうしたんですか。いや、なんね、うちのグルタラ息子にたまにあいつの手伝いでもしろって配達を任せたらこのざまさ。牛乳だったね。急いで配達するからちょっと待ってくれよ。はーい。おや、あら、どうしたの。配達に使うバスケットがないぞ。なあ、あれがないとどうやって配達すりゃいいんだ。あ、加えて持っていきますよ。え、まさか探してくるのかい。そうきたか。そうきたか。いや、なんだか悪いな。本当にいいのかい。いや、バスケットはこんな匂いがするはずだよ。バスケットの匂いを覚えました。あ、これですね、イベントごとにほにゃららの匂いを覚えましたと言われて、その匂いをたどって探すっていうゲームなんですよね、これ。うん、わざわざ嗅がされるんですよね。バスケットの匂いにクンクンする。A ボタンを押すと周りの匂いが出る。相手に近づくほど広いものメーターが上がります。ゲーム中イベントで特定のアイテムを探すことがあるよ。バスケットのことですね。そんな時はそのアイテム専用の探し物メーターが表示される。探し物メーター、左ですね。その後を調べる。クンクンで見つけたアイテムがありそうな場所で B リモコンを下に向かって2回振ったら、探せる、調べれる。ですね。そうそう。大切なことを言い忘れてた。メニューからメモを選んで A ボタンを押し、日記って項目を選ぶと、今引き受けている頼まれ事の内容がわかる。困ったらプラスボタンを押してメニューメモを日記を見てみるといいよ。じゃあバスケットを見つけたら届けてくれ。頼んだよ。はーい。加えて持っていくのにわざわざ探さなきゃいけないのかな。こう探しますね。でピコンってなると、ウィーリングを下に2回振るとバスケットが手に入ります。エンツをここに振りましょう。はい、持ってきたよ。持ってきました。バスケットを出しました。ありがとう、助かったよ。クエストクリア。おねぎカプー。今手に入ったのはカプーという。困っているワンコを助けてあげるともらえるんだ。ありがとうって気持ちの表れだな。カプーをたくさん集めるとアクセサリーだとか体力を回復する薬草と交換できるよ。じゃあ配達するからお母さんによろしく言っといて。いや、今ください。え、このまま持って帰るよ。あ、開けた。いいのかい。いいですよ。悪いね、何から何まで。じゃあこれ、牛乳を手に入れました。さあ、おっかさんも心配してるだろうから、早く帰って安心させてあげな。はーい。じゃあ、お母さんのとこに、妹のところに戻ります。ホストくん。こんにちは。そこの君、確かリビだよね。はい、リビです。さっき君の家に手紙届けたんだ。受け取ってもらえたかな？あ、さっき押してましたね。おっと、僕はホストくん。最近、この町で働くことになったんだ。あ、新人さんですね。よろしくお願いします。セーブしてみよう。ところで君はこの赤い箱について知ってるかな。これはポッと言って遠く離れた相手に手紙を届けてくれる便利な箱さ。手紙に大切な思い出を書いてこの箱に入れると記録しておくことができるんだ。僕たち国民の間ではこれをセーブと呼んでいるんだ。そうだ、せっかくだからどんなものか実際にやってみるといいよ。はじめにセーブを選んで次に思い出を記録する場所を選ぶんだ。まだいいかな。ちょっと実況内でセーブはちょっと最後の方にしたいと思います。思い出セーブしたくなったりしても僕に話しかけるから、あ、僕に話しかけるかポストを調べてくれるといいよ。はい、で、早くお母さんのところに戻りましょう。ただいま。
おかえりミリピー、牛乳はもらってきた？もらってきたよ。牛乳渡しました。どうもありがとう、ご苦労様。ねえお母さん、今夜お祭り行ってもいいよね。そうね、夕方になって具合が悪くなければ行ってもいいけど。あ、やった、お姉ちゃん一緒に行こうね。和室今回いいな。さあご飯にしましょう。いいね。こんな妹が欲しかった、私も。ねえ、お姉ちゃん一緒遊ぼうとか、ね、言われたいですよ。もう、今の妹たち、部屋入ってくんなって言って。家を追い出されるからね。あ、どうした？どうしたの？やだやだ、お姉ちゃんと祭り行きたいよ。そんなこと言ったって具合が悪いのに出かけるのは無理でしょ？大丈夫だよ。お姉ちゃんの持ってきてくれた牛乳飲んだもん。ダメよ。おとなしく寝てなさい。リピ、おちびちゃんのことは母さんが見てるから、お祭り楽しんでらっしゃい。そう、妹ちゃんなんか具合が悪いんですね。なんか、病気かなんかかな。ちょっと、気は進まないが、お祭りに行ってきます。一人かな？一人でお祭り。楽しくないです。いた。二人いた。よし、三人でお祭りじゃ。うん。あー、やっぱ、私も楽しみにしたんですね。妹とお祭り。ビビアーナ。リピー、元気ないみたいね。どうしたの？てんてんてん。実は、妹が。雨だよ。なんだよ、元気出せよ、今日はお祭りだぜ。わっと盛り上がって、パーッと楽しもうぜ。私の気も知らないで。流れ星。妹が元気になりますように、妹が元気になりますように、妹が元気になりますように。流れ星は世界の乱れる証。何か悪いことが起きなければいいが。どうしよう。やばいよ。やばいよ。あ、お母さん寝ちゃってる？お母さん、起きて。絶対この子脱走するよ。絶対脱走するよ。お母さん、お母さん、起きて。お母さん、お母さん！あー、脱走した。妹ちゃん。マリーヤ、マリーヤちゃん。マリーヤちゃん、お家帰んなさい。って言っても聞かないよね。いるのか。あ、いない。グスターボさん。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。腕に覚えのあるあなた。宝探しコンテストに出場してみないか。はい、行ってみまーす。総合アクション。ルールは簡単。この町の中に巻貝がめっちゃ隠してる。それをクンクンで見つけ出し、ここに帰ってくるのさ。巻貝を見つけて一番早く戻ってきたワンコが優勝だよ。商品も出るから頑張りなよ。巻貝はこんなに多いよ。あ、また嗅がされるんですね。巻貝の匂いをクンカクンカさせられました。それじゃあ早速用意。おや、あれは君の家族じゃないか。はっ、マリア。なんで脱走してきたんだお前は。何してんだよ、お前は。ついてきちゃった。脱走するなと言ったのに。だって、お姉ちゃんと祭り行きたかったんだもの。ほら、平気だよ。牛乳もちゃんと飲んだし。そう言ってもさ、お姉ちゃん、宝探しコンテストに出るんでしょ？行きますね。それだけ見たら帰るから、いいでしょ？邪魔しないし、おとなしくしてるから、お願い。ダメ。あれ。ありがとうって。許可したんだね、私。いいだな。早く巻き貝探さない。いいかな？じゃあ改めて、用意、ドン。はーい。巻き貝を探していきます、どんどん。これも探していきますよ。
こだ。また、1、2。火が1個手に入れた。船長はエドワルドっていうんだ。とっても勇敢なワンコで、あの岩体の下には海の怪物と戦った時にできた傷跡があるっていう噂だよ。すごいね、ライオンさんって。次。よし、帰るぞ。ミナトちゃんが、パタッと倒れるな。倒れるな。来ましたよ。これでいいんでしょ。お、やった。これは優勝だな。優勝おめでとう。おや、あのワンコは確か、ドルグのとこの子だ。さすがワイズの子。ドルグ、お父さんの子ですかね。雨だよ。なあ、リビー。あなたはなんかどうするつもりだ？リビアール。そんなのチビちゃんにあげるに決まってるじゃない。え、本当？やったー！わーいわーい！あ、倒れた。あ、な、何この急展開。あー、お母さんがしっかり見張ってないからだ。これは大変だ。俺会社を頼む。おお、かっこいい。エドワルド船長。お医者さん、お医者さんを。誰かいませんか？お医者さん。行きますよね。はい。お母さん。先生、どうでしょう？もう随分長いこと病気に苦しめられています。いつになったら良くなるんでしょう？正直に申し上げて。今よりも良くなることはありません。そんな。努力はしているのですが、すいません。マリア。ああ。一体、どうすれば、何か治療法ないのですか？ワンコ島に、ホータンという名医がいると聞いたことがあります。彼なら治療法を知っているかもしれません。ワンコ島、この子の体でそんな遠くまで旅をすることができるのですか？難しいでしょう。ああ、そんな。ホータン先生に頼んできてもらえばいいのですが。この子を残していくわけには。ええ、何より厄介なことに。最近、ワンコ島のあたりでは、たびたびひどい嵐が発生して、中には沈没してしまった船もあるそうです。ワンコ島へたどり着くのは、並大抵のことではありません。仮に、島へとたどり着けたとしても、大谷先生が来てくださるとは限りません。せめて、一緒にいてあげてください。では、私は、これで。何かあったら、また呼んでください。救いはないのですか？ああ、どうすればいいの？まさか、リピ、自分が行くなんて言うんじゃないわよね。行く、行きます。ダメよ。そんな危ないこと許しません。先生もおっしゃっていたでしょ？不安孤島のあたりではひどい嵐が起きるって。沈んでしまった船もあるって。お父さんはチビちゃんの治療法を探して、旅に出て、そして、帰ってこなかった。あ、お父さん。もしかしてワンコ島に行こうとしたんですね。それで、その上、あなたにまで何かあったら、お母さん、耐えられないわ。
急展開になってまいりました。私はワンコ島に行きます。ああ、お兄さんのカリピ、本気でワンコ島に行く気でいるのか。聞いての通り、ワンコ島に行くのはとんでもなく危険なんだぞ。その覚悟はあるのか。行きます、絶対に行きます。どうやら本気らしいな。目を見ればわかる。よし、わかった。俺の船で行きゃ、ワンコ島に乗せてってやるぜ。本当ですか？ただし観光船とはわけが違うからな。船の上では働いてもらうぞ。ああ、そうですか。いいな。あ、はい。はい。明日潮の流れが変わり次第出発だ。準備をしておけ。わかりました。さて、無事にワンコ島につけるのでしょうか。昨日の夜も散々でしたけど、あなた一人で行かせるのは心配よ。だけど、あなたが自分で決めたこと、これ以上反対はしません。どうか気をつけていってらっしゃい。迷惑かけてごめんね、お姉ちゃん。そんなことないよ。私が、ここに絶対に、ポータン先生を連れてきます。一声かけていこうかな。迷惑かけてごめんね、お姉ちゃん。そんなことないよ。お母さん、船長にきちんとお礼を言うのですよ。それから船の上では船長の言いつけを守って危ないことはしないようにね。さあ、お母さんに顔見せてちょうだい。行ってらっしゃい、私の可愛い子。はい、行ってきます。私の犬が吠えてるんですけど、気にしないでくださいね。行ってくるよ、マリア。お母さん、私はワンコ島に行ってきます。流れ星は思いがけないことが起きるという印じゃ。気をつけなさい。わかりました。じゃあな、気をつけていいよ。元気でな。うん、みんなも元気でね。これ行ってくるよ。ごめんね、ちょっと私の犬がいきなり吠え出したのでごめんなさい。ちょっと入ってるかもしれませんね、音が。堂々と先頭に立ってるではないか。ワンコ島に長いのかな。ここは舵取ってるよ、かわいいね。はい、エドワルド船長、呼びましたか。あら、同じ犬種同じ犬種だったね。おお、そんなところまで飛ばせていただいて。よかった。下にいたのか。あら、ゆめちゃん、大丈夫かな。あ、すっかり仲良くなっちゃって、かわいいね。なんかこの色があれですよね。なんか昔の、なんか Windows XP の時に、なんか横に、ワードだっけな、なんか、ヘルプでイルカ出てきましたよね。あれにそっくりでしたね。使い回し、なわけないね。まあ、船の上で働いてもらうというよりも結構遊んでますよね、私。いつ働かされるの？
着いたかな？まだ着かないよね。この船に足を踏み入れたからには今日からお前も上空にいた。はい。よろしい。詳しい話はこのフィリッポから説明がある。しっかり頼んだぞ。はい。オス、オラの名前はフィリッポ。よろしくな。よろしくな。お前には新入りが必ずやらされる甲板の掃除って厳しい仕事してもらう。やり方は汚れの匂いを探して、フィリモフの下に2回振ることで拭き取るんだ。あ、クンクンと同じやり方ですね。簡単に言えばクンクンに相手も探すのと同じやり方かな。汚れはこんな匂いがする。うわぁ、汚れの匂いまで嗅がされました。じゃあ汚れを全部きれいにしたローラに話しかけて。頼んだぞ。クンクン。あ、ホスト君がいる。ああ、じゃあ、ここで、一旦、切りましょうか。30分経ったので。じゃあ、今回、ここでおしまいにしますね。じゃあ、次のパートは、甲板掃除から、やっていきたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。次も、見てください。